こんにちは。こんにちは。この度大阪の YS ジャパンさんがタイ人の、事務職スタッフを募集しております。こちらが、社長の島林社長です。島林です。よろしくお願いします。会社の雰囲気は外国人が多く明るくフレッシュな感じです。ぜひ YS ジャパンに応募よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしております。ご乗車ありがとうございました。終点の新大阪、終点の新大阪です。さらに終わったことをお待ちしても名前を付けようご注意ください。最前列車は8号車、9号車大阪着きました。今新大阪に到着しました。実は今朝、9時東京の代々木ワイワイタイランドにタイ人を採用したいという相談があったんですよ。大阪のとある会社の社長さんが直接代々木まで来てくれたんですね。これからその会社を訪問してみたいと思います。4駅乗ると住之江公園です。四ツ橋線っていう電車です。渡ろうかな。渡って右。親切だね、大阪の人。いやー、今日天気いいね。信号多分ね、2個、3個行かないぐらいのところにありますよ。今日は天気がいいです、大阪。この辺なんですけどね、今飯屋っていうご飯屋さんがあって、おお、これだ、かっこいいビルだね。YS ビル、かっこいいね。南加賀屋3-8-26、YS ビル到着しました。ベビー用品とか、学習塾みたいな、ものも入ってるビルです。じゃあ上がってみましょうか。グッズを売ってる会社なんですね。商談室があったり、こんにちは。こんにちは。どうも。今日社長と朝お会いしまして、はい、で会社の方をちょっと見させていただこうと思いまして、はい、東京からやってまいりました。はい、写真撮りたいなと。はい、そうです。わかりました、はい、案内いたします。何階なんですか？4階なんですか？あ、実際にそのタイの方が、採用になって働く場所が4階なんですか？それは5階ですけど、この先が4階が建てられて、また5階が、
しいです。わかりました。はい。すいません。こんにちは。すいません。あ、どうも、東京から来ました。今日社長と朝お会いしまして、会社の方をどういう感じかっていうのを撮影にやってまいりました。じゃあ5階行きます。すごい清潔感のあるオフィスですね。そうですね。いい感じですね。とても静かな、いい匂いがしますね。いい香りが。あ、これですか。あ、いい香りがします。じゃあ上行ってみます。公開が人が多い、結構にぎやかい。まだいるんですか、人が。じゃあ5階は外国人の方が多いですか。そうです、私も外国人です。ああ、何、どこの国ですか。中国人です。中国ですか。はい。5階、はい、すいません、どうぞ。はい、失礼します。人結構多いです。多いですか、本当。どうぞ。うわ、多いですね、人。こちらでしょうか。こんにちは。東京から来ました、ワイワイタイランド遠藤と申します。よろしくお願いします。いい雰囲気です。はい、あ、こんにちは。どうも、はじめまして。ワイワイタイランド遠藤と申します。社長と今日お会いしまして、タイ人を採用したいということで、会社見学にやってまいりました。はい、お願いします。あ、こういう商品を扱うね、そうですね、これは弊社の商品です。うん、弊社自分で作ってる商品です。へー。あ、出てもいいですか、軽く。ちょっと恥ずかしい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、専務取締役の沖田優子さん、はい、よろしくお願いします。このフロア5階は外国人の方が、はい、多いんですね。はい、そうですね。でもまだタイ人はいないんですね。タイ人はまだいません。はい、いや、清潔感があるっていうのが僕のもう第一印象です。ありがとうございます。で、結構オフィスの中静かなんですね。まあ、そうですね、まあ、仕事にも集中できる環境。はい、そうですね。で、もしタイ人の方が、まあ、こういう、まあ、もちろん日本語はできるんですけど、はい、こういう仕事したことがないっていう方にも丁寧に教えてもらえるんですか。あ、もちろん、はい。あ、みんな未経験者だったんですけど、まあ、入社後には先輩方が全然教えてくれるんで。そうですか、わかりました。はい、いい職場です。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。急に皆さん立ち上がっていただきありがとうございます。タイ人の方をこちらの会社に連れてきますので、タイ人が来たら優しくしてあげてください。よろしくお願いします。お願いします。